当版ね、日版と当版って知ってる人多いと思うんですけども、本の取り次ぎ店ですよね。日版当版、二大巨頭というか本の取り次ぎ業界でトップ2ですね。この多分2社でちょっと直近の数字わかんないですけど、大半が日版当版ですからね。あと大阪のがもう1回ありますけど、やっぱこの横綱ですね、この2社。そのうちの当版がですね、新しい仕組みを作ります。町の書店開業支援。はい、ちょっと前まで本屋さんって2万店舗あったんですよ。だからコンビニが5万ですからね。その半数弱ぐらい、それだけ数の書店があったわけです。ところがどんどん減り続け、今はもう半分1万ですよ。これからさらに減り続け、だってね、書店がない自治体がどんどん増えてるんですよ。かつてはね、どの自治体も田舎だってそれなりに本屋さんありましたよね。本屋さんが一軒もない自治体がどんどん増えてるっていうニュース、以前やったことありますよね。そこでやっぱりリアル書店はなきゃダメだろう、紙の本はなきゃダメだろうということで、なんとか書店を維持したい、書店を応援したい。それで文科省がようやく重たい腰を上げてこの問題に取り組むようになった。その中で取り次ぎのね、2トップのうちの一つである当版がね、町の書店の開業支援しようと。そういえばここ本屋あったなと、なくなっちゃった光景というのは山ほど見てきましたけども、新しい本屋さんがね、ショッピングセンターとかできるなら別ですけども、街中で新しい本屋さんがねできるなんていうのは久しく見てないですよね。で、私は学校の帰りにほぼ本屋さんに寄ってましたね。中学1年生の時から1日に2冊以上本を読んでました。学校行く時に1冊、帰る時に1冊ですから、毎日本屋さんに行って次この本読みたいっていうことをやってましたね。でもちょっと後でまた出てくるんですけども、どうもね、デジタルで読んでも身につかないらしいんですよ。後で出てきます。北欧ではデジタル教科書をいち早く取り入れたんだけど、学力ガンガン下がっちゃってやめるんですって。紙の教科書に戻すんですって。私そんな気がしてましたけども、実際にそうやってね、デジタルの教科書を使って学力下がって紙に戻すっていう選択をしたね、多くの左派が北欧は素晴らしい国だって言うんですけども、私はそう思ってないんですけども、ただね、急にこの180度転換するわけですから、日本はそんなこと知らずにね、全部オールインでデジタル教科書に突っ込もうとしてますでしょ。だからデジタルで本を読むとね、身につかないってことがね、もう証明されてきてるんですよね。ですから1億人のほとんどがね、デジタルでしか活字を読まない、そんな日本人と、いやそこそこ紙でね活字を読む日本人と、多分日本の将来変わると思うんですよね。だから私は紙の本と言ってます。もちろんデジタルも使えますよ、検索もできますからね。でもやっぱ紙の本はね、いいんです。ちゃんと入ってくるんですよ。だからじゃあどうやったら書店の減少って食い止められんのっていうのはもう大問題なんですね。書店業界だけの話、俺たち関係ないじゃなくて、日本の未来をね動かすほどのことなんです。本を買うってどこで買うって言ったら、それこそ Amazon とかで買うわけですよ。そうするとこの本買いたいなっていう本を買いますよね。そうすると自分の買ってる傾向でおすすめが上がりますよね。そうすると同じような系統の本ばかりになるわけですよ。ところが本屋さんに行くといろいろと目に入るわけですよ。全然これまでに興味なかったんだけど、うんって急に帯書き見て手に取るとかね、そういう偶然の出会い、興味のない分野に急に興味持つきっかけになるっていうのは、これはネットで本を買う人にはこういう体験ないんですね。私も小さな本屋さんから巨大な本屋さんとか行くとですね、へーとか言いながらね、知らないことだらけで、知らないことを知るのが読書の楽しみの一つじゃないですか。そうするとね、Amazon だけで本買ってると知ってる界隈の本しか出てこなくなるんですね。だからね、やっぱね、街の本屋っていうのはすごく大切なんです。だからね、どんどん本屋さんが減っていくっていうのは日本の危機なんですね。だから当版のこの新しい取り組みっていうのは、これはかなりね、私は期待してます。ちょっと読んでいきます。当版条件緩和小口取引。ちょっと一応前知識として言っておくと、本屋さんを開業するのって結構保証金とか積まなくてはいけなくて、なかなか開業のハードルがあるんですよね。それでいて、薄利多売でよく盗まれる。薄利多売な商売で盗まれたら一気に利益が飛んでしまう。一冊本をね、盗まれるだけで何冊も本を売る利益が飛んでってしまうわけですよね。だから労を多くしてあまり得るものがないっていうのが本屋さんだったんですよ。ですからこんなね、みんなカチカチネットで買うようになっちゃって、そうしたら一気に本屋さんなんかね、もう赤字に転落しちゃって続けられないないというか続出してしまったわけです。ちょっと記事読んでいきましょう。国内2大出版取り次ぎの一つ東版が17日、従来より小規模な書店を対象とする取引を始めたと発表した。本の輸送方法を工夫し少額での取引を可能にする、開業のハードルを下げ本の品揃えの良い個性的な書店を増やすことを目指す。東版がHONYAL HONYAL HONYALと名付けたこの新たな仕組みでは、運搬する出版物の対象から雑誌を外して書籍に絞り、店に運ぶ回数を週1回程度に抑える、輸送コストを下げることで100冊から数千冊程度しか本を置かない店の需要に応える。現在書店を運営するには出版界の卸業者にあたる出版取り次ぎを通して本を仕入れるのが一般的。出版取り次ぎは各出版社が出す本や雑誌を自社の倉庫に集約し、書店やコンビニなどにトラックで運搬する。一定の運搬量があり利益が見込める店にしか対応できなかった点を改善する。取引開始の際に連帯保証人や保証金を求めることも原則やめ、新規参入を促す。日本出版インフラセンターによると、全国の書店の総店舗数は2013年度の 15,602 店から23年度は 19,918 店に減少。経産省は3月大臣直属の書店振興プロジェクトチームを設置した。あ、すいません、私さっき文科省って言ったけど、このプロジェクトチームは経産省でした。当班思い切ったことしましたね。連帯保証人なし、保証金なし。そしたら、すいません、ちょっとこの店作りたいんで、じゃあ1万冊入れてください。0円で埋めてくれる。で、売れただけね、収益になりますから、あ、それだったらちょっと店出してみようかなっていうね、風にもなるかもしれませんよね。いや、これ私ね、結構いい試みだと思うんですよ。これでね、もしかしたら本屋さん増えるんじゃないか。ちょっとこれね、読売新聞はこのことね、特集記事にして、さらにこの3面に、紙の本接点開拓というね、東版小口取引について、さらにですよ、細かい記事まで出してるんですよね。ちょっと読みますね。小さな書店の開業を支援する取り組みの話です。八ヶ岳の麓に広がる山梨県北杜市、2022年に開業したのほほんブックス&コーヒーは木目調の内装の落ち着いた書店だ。約100平方メートルの小さな店内にコピーライターでもある店主の渡辺淳平さん47歳が作る、考えるなどのテーマ別に選び抜いた3000冊を置く。別荘地にあり移住した若い家族連れでにぎわう。コーヒーも飲め、渡辺さんは気軽に人々が立ち寄れる空間にしたいと笑う。東版が始める取り組みHONYALは渡辺さんの店がイメージの元になった。出版取り次ぎは出版社が刊行した単行本や文庫本、雑誌などを書店に運ぶ。今回の取り組みは運搬物から雑誌を外して輸送コストを抑え、月の取引額が30万円から100万円ほどの書店との取引を可能にする。幅広い出版物を扱う東版との取引により書店側はさまざまな本を仕入れられる。東版の会長は、現在の書店をいかに廃業させないかだけではなく、書店を作るハードルを下げたいと語る。この取り組みを読売新聞が7月に報じた後、過疎地に本屋を出したいなど約30件の問い合わせがあった。出版不況に加え人件費や燃料費の高騰で輸送用トラックの運賃負担が大きく、出版取り次ぎの経営は厳しい。東版は23年度のグループ全体の連結決算で18億円の経常利益を上げた。不動産事業などにより黒字は確保したが、取り次ぎ事業は13億円の赤字だった。それでも新たな試みを始めるのは、紙の本と客が接するタッチポイントを増やさなければ紙の本離れが進み、自社の経営の土台を揺るがすと考えるためだ。日本出版販売の出版物販売額の実態2023によると、国内の出版物販売額のうちインターネット書店経由は 20.5%、 書店経由の割合は 58.2% で、現在も半数以上の読者は書店で本を購入している。まだインターネット 20% っていうけど、その 20% のほとんど全部が Amazon なんですよ。たった一つの本を販売する会社が日本の流通総量の約2割を1社が抑えちゃってるというですね、これはですね驚異的な話なんですよね。もちろん楽天ブックスとか紀伊国屋ブックスとかはインターネットで Amazon 以外でも買えるんですけども、やっぱりAmazon 強いというか、 Amazon プライムとか動画を見るとかセットになってるし、本以外も全部買えるし、なんならもう Amazon でしかもうネットでのショッピングしないなんていう人も結構いるぐらいですよね。なのでもう Amazon にもう完全に持ってかれてるというか、1社で 20% 10% 近くですからね。これはちょっと私もね、出版業界にいる人間としてはちょっともう Amazon 恐ろしいって話をもう十何年も前からずっと聞かされてきましたけどね。それでただ利益の担い手が移っただけではなくって、電子書籍の方に移行していくってことになると余計ね、もう本屋では電子書籍買えないですから、もう Amazon をはじめそういうところで買うことになりますよね。そうするとこれは日本の未来にとっては良くない。やっぱね、電子書籍で読んだものはあまり身にならないということがもう数字で分かってきてるわけですからね。このため町の書店現象は人々の本に触れる機会を奪い、本の売れ行きを低迷させる悪循環につながる。日本出版インフラセンターによると23年度の国内の書店総数は1万918店で10年間で3割減った。この間かつて町の書店の主力商品だった文庫本の推定販売額は出版科学研究所調べで1293億円から741億円へと4割以上落ち込んだ。文庫本が約半分ですよ。4割以上落ち込んだ。文化庁の23年度の調査では1ヶ月に本を1冊も読まないとした人が6割を超えたということですね。そこですごいですよこれね、本屋ルを使った開業イメージ、例えばここまで行くんですよ。ここまで小さな本屋さんでもね、ハードル低く始められますよだけではなくて、週末本屋、知り合いの店を間借りする。普段は洋服屋さんなんだけども、知り合いの店何曜日休みとかにだったら、じゃあ木曜日だけ本屋さんやらせてみたいなね、週のうち特定の曜日だけ本屋さんをやります、これも対応してくれる。それから兼業本屋、カフェなどの店にねあった本を少量置く、これも対応してくれるってわけですね。どこでも本屋、車に本を積んであちこち、これもいいと思いますね。それこそ本屋が1店舗もない自治体がねどんどん増えてる。確か全国の何割だっけ、以前これやりましたよ、3割だっけな、なんか結構多くのね自治体がね一冊も本屋さんがないってわけですよ。そうすると車ね移動本屋さんでもう日本中回ってね、もしくはその毎週何曜日週に1回だけ来るでもいいし、月に1回来るでもいいし、この移動本屋結構いいんじゃないかな。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。